こんにちは、オリックスを語るチャンネルです。今回のテーマですね、マエケン絶賛の宮城ということでございまして、まさかとまではいかないですけど、かなりやっぱ意外だったんですけど、まあ、あのメジャーリーガーですね、前田健太さんが、我らがオリックスの宮城投手をですね、大絶賛しておりまして、改めてあのプロから見る宮城投手の凄さ、そしてそれを聞いた個人的な感想と、まあ、オリックスですね、宮城投手以外にもメジャー志向の選手山ほどおるというところで、まあ、改めてポスティングであったりとかですね、海外 FA 権までそれらの選手たちがですね、どれぐらいの日数を要しているのかっていうのと、まあ、今後のチーム編成ですね、後継者とかも、まあ、個人的に、まあ、こう添えながら、お話をしていけたらなというふうに思っているので、まあ、ぜひ、気になるテーマにジャンプして聞いてもらえたらなというふうに思っております。でまずですね、前田健太さんがね、すごい絶賛をしているというところなんですけど、ご覧の感じでですね、言っておりまして、どこで言ってたのかっていうと、杉谷さんとの YouTube コラボというところで、ぜひ、大体30分ぐらいあるんですかね、見ていただければなというふうに思うんですけども、まあ、正直その日本人の、まあ、次来ても面白いんじゃないかっていうメジャーリーガー誰ですかっていう質問に対してですね、まあ、あの佐々木朗希とか俊平太とか正直言っても面白くないというところで、あの他のメンツをね、こうやっぱいろんな媒体でいろんな人が言ってるから、この一緒になって思んないなということで、関西人ですね、さすがね。ただ、無理くり出すんじゃなくて、本当に素晴らしいと思ってる選手ですね。その中で、最近伸びしろがえぐいと思うのが宮城投手というふうに言ってました。で、この間ね、155キロ投げた試合を見たそうで、まあ、おそらく神戸でやったロッテとの試合かな、8回115球投げた佐々木朗希との、まあ、対戦で、おそらくちょっとまあ負けちゃったんですよね、投手戦でっていうことだったんですけど、それ見てえぐいなと思ったと思うんですね。で、まあ、ちょっと計測したのが、その神戸だったので、ホットモットなんで、だいぶガンは甘いとは思うんですけど、それでも155っていうような感じでして、まあ、スピードはもちろんながらですね、多分めちゃくちゃ打ちづらいと。ということで、角度があって、しかも今永投手が今ね、カブスで無双してますけど、リリースが低いところで、直球を投げてるというところなんで、空振りも取れるから本当にいいんじゃないかっていうふうに言ってたんですね。で、まあ、すごいなと思いながら、今一番いいんじゃないかっていうふうに言ってるので、まあ、改めてですね、このペータとかローキ含めて一番いいのか、それらを除いて一番いいのかはちょっとまあね、真意は定かではないんですけども、まあそれだけこう絶賛をしているということでございまして、今永投手なんてなんかサイヤング候補になってるじゃないですか。で、新人王だとリーグでナンバーワンなんですよね。で、9試合に先発をしてですね、防御率 0.84 とか意味わからん数字を叩き出してるんですよ。なので、それと、まあ、リリースが一緒って言ってるんで、どうなのかな、それ級の活躍するのかどうかってことですけど、正直そこに関してはですね、まあ、クエスチョンであるというところですね。で、WBC では決勝で先発するぐらいの、まあ、実力の持ち主なのが今永投手。でも、WBC 宮城投手はですね、まあ、だいぶ点差が、ね、空いた時の、まあ、A チームとか、ビハインドのロング要因とか、そういう立ち位置だったので、まあ、全然、違うのかなというふうに思って。ただ、今30歳なんですよね、今永投手が。で、宮城投手が今後、数年かけて30歳になった時に、まあ、WBC の決勝で投げてるような選手になりる可能性は全然あるので、まあ、今すぐ行って、そういう風な活躍するとは正直思ってはないんですけど、ただ、将来的には、そういう、活躍をする可能性は十分あるんじゃないかなっていう風な感じで、前田健太さんの、まあ、宮城投手への絶賛を見て感じました。ということですね。で、まあ、残り7年8年ぐらいなんでね、それはもっともっと大きくなるんだろうなってことで、まあ、より一層ですね、オリックスをただでさえ22歳でエースですから、もう本当球界を代表してますけど、今ね本当にサイヤングクラスの活躍をですね、オリックスでもそして海を待ったっていうのですね、やってくれた僕としては嬉しいかなとは思うんですけど、ただ前田健太さんがおっしゃってたのはですね、そもそもまあ評価はされるし、契約っていうのはもうできる。それはなぜならば活躍ができるっていうふうに見込んでるから、そういう能力があるからっていうのは、間違いないと言ってるんですけど、それでも、契約した選手で、活躍できる選手とできない選手が分かれるのは何なのかっていうところで、まあ実力ではなくて環境なんだみたいなことを言ってて非常に面白かったですね。まあアメリカの文化に馴染めなかったりとか、食事が合わなかったりとか、例えばね、家族がいるような
人であれば一緒に来た家族がストレスを感じているとか、例えば通訳があるコミュニケーションは全然問題がないけど、お風呂とかですね、例えばこうマウンドに内野手全員が集まった時とか、その間外野も集まりますので、その時にはやっぱ通訳は来れないので、そういう節目節目で通訳がいない時のコミュニケーションの中での疎外感みたいなのにストレスを感じるかどうかみたいな、そこが結構大きいみたいなこと言ってましたね。結果いらんところで、労力を使ってしまって野球に集中できなくなるんだみたいなことは言ってました。まあ、なので、宮城投手がどういうタイプなのか、まあ、あんま感じなさそうですけど ね、それによって変わってくると。ちなみに前田健太さんは全然その辺は大丈夫だったみたいなこと、最初はね疎外感あったそうなんですけど大丈夫だというふうに言ってたので、まあ、果たしてどうなのということですね。で、次のテーマが個人的な感想ということで、前田健二さんのそれを聞いたときにどう思ったのかってことなんですけど、だいぶ意外でした。というのも、WBC でですね、まあ、吉野節から宮城投手って結構苦戦してた印象だったんですね。で、もうもちろんに日本だとね、もうまっすぐで押してっていう感じですけど、やっぱどうしてもメジャーってなってくると、技巧派になってしまうのかなというふうに思ったんですよ。ダルさんとか大谷さんとかもそうですし、菊池雄星さん、今永投手とか、まっすぐが強すぎる。で、一方、吉野部とかもね、だいぶ日本に比べたらまっすぐの割合ってかなり減ってるらしいので、まあ、そういう技巧派になるんだったら、ちょっと厳しいんじゃないかと思ってたんですけど、まあ、それでもね、吉野部も吉野部で、ね、素晴らしい成績を今のところはドジャースでも、残してるということなので、まあ、同じ感じで、まあ、左の吉野部とまでは言いませんけども、まあ、そんな感じで成績を残すのかななんていうふうには思いました。吉野部でも防御率 3.51 ですからね。今永が 0.84 っていうので、やっぱまっすぐが強い投手とそうじゃない投手で、メジャークラスでも、まっすぐの強さっていうのはレベルがガッと上がっていくと思うので、まあ、そうなってくると、ちょっとやっぱ全然違うのかなというふうに思いました。はい。で、ここまでがですね、まあ、改めて前田さんの絶賛と個人的な感想だったんですけど、最後に、オリックスメジャー志向の選手が非常に多いということで、まあ、これまではね、こんな感じで、ご紹介しました。今までは、ペータだったりとか、総一郎、紅林っていう、まあ、ちょっとメジャーに関心があるって、はっきりと言葉にした選手だけをピックアップしたんですけど、まあ、実力的に言ってもおかしくないなっていうふうに思った宮城投手もそうですし、曽谷投手とエスピノーザもですね、ちょっとあえて、まあ、エスピノーザは一応念のため入れさせてもらいました。で、宮城投手も、まあ、正直メジャー行くと思ってなかったんでね。ただこういう言葉を聞いて考えさせられたので、まあ行くのかなっていう、確かになっていうふうに思えたのと、やっぱ曽谷投手も、8回途中まで投げた時の投球に似てですね、まあいい時は幸也を全然越してんなっていうふうにちょっと思ったので、まだまだ実力はね、幸也には劣っちゃいますけど、これからどん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 ね、年数を経てば、成長していければっていうところは感じたので、まあちょっと入れさせてもらいましたよ、ということですね。で、隣に成績、さらにその隣にポスティングまでの残りの年数、そしてその隣に海外 FA 権、そして後継者っていう感じで個人的に調べて、作らせていただきました。こんな感じです。まあ宮城投手はね、ポスティングまで残り2年って書いてますけど、大体吉野部も正隆もですね、活躍しだしてから1軍で、まあ、ある程度戦力となってからですね、正隆はルーキーの時から、吉野部は2年目からですね、6年ぐらいでポスティングは認められてるんですよ。ちょうど2人とも6年でしょ。なんで、まあ宮城投手は21年からですね、なので残り2年という感じで計算をしてます。で、海外 FA に関しては、まあ単純に9年だと思うので、普通に、1軍に登録された日数から計算をしたというような感じで、まあ、エスピノーザは2つとも該当しないと思うので、こんな感じで、やってみました。はい。まあ、他はね、ペーター、ソタニ、ソウイチロー、クリバイシといますけど、まあ、ペーターに関しても今年はちょっと苦労してますけどね、まあ、今年を抜くと、残り5年になるかもしれないですね。まだ後半戦がありますから、まだそれは分からないですけど。で、後継者が東投手であるというふうに思ってます。はい。まあ、東投手ちょっと荷が重いかもしれないですけど、やっぱ最初のところとかすごかったから、なんとかね、まあ、東投手難しくてもね、今後は、宮城投手もハテナにしてますけど、同じ感じで、ドラフトで、もう本当にスケールでかい選手を指名してもらえたなとは思ってますね。で、佐谷投手に関しても、まあ、今年からということで残り5年にさせてもらいましたけど、まあ、後継者トーマツ投手かなというぐらいやっぱプロスペクトの左いないですね。だから、まあ、宮城投手か佐谷投手かっていうので、まあ、ちょっと荷がまだ軽い方の佐谷投手、トーマツ投手にさせてもらいましたということですね。で、総一郎、キャリアハイ53試合防御率2点台前半でしたね。
22年からの活躍ということで、今年もし後半戦から活躍できればということで、残り3年とさせてもらいました。まあ、かっこ4年でもいいかもしれないですね。で、後継者は一応、まあ、前も後ろもできるということで、ムクノキとさせてもらいましたね。はい。そして、エスピノーザ。ここに関しては、まあ、ローテ核ということなので、まあ、ゆくゆくは河内投手に入ってもらえたらなと思ってますけど、はい。最後に紅林ということで、紅林もまだこれ3年ぐらいですか？行くかわかんないですけどね、これ全員ね。うん、特に総一郎とか、紅林に関しては、まあ、それは日本でもうね、ガンガン行ってもらったらいいかなと思うので、メジャーに行かなくても、友也とかね、龍馬みたいに、近藤さんとか山川選手みたいにね、浅村選手とか、まあ、日本を代表する選手になってもらえたらとは思ってますが、まあ、後継者としては横山誠也を今のところ挙げてますけども、まあね、ショートになるか分かりませんけど、セカンドサードかもしれませんが、こんな感じで考えてみましょうということでございます。まあ、なので、宮城投手ね、今年、まあ、非常にエースとして活躍をしてくれてます、怪我ありましたけど、全然今年も入れちゃっていいのかなというふうに思うので、まあ、そうなってくると残り2年、長くても3年かなっていう感じですよ。これ聞くとね、結構、マジかと、ちょっと早すぎひんかと思うと思うんですけど、やっぱ高校生で早く出てきた、ね、FA とかしなければ長いこと戦力になってくれますけど、オリックスはやっぱりただでさえメジャー志向が高い球団なので、まあそうなってくると早めに行っちゃうよねっていうようなお話だったんで、改めてね、その辺もまとめさせていただきましょう。ということで、今日のお話いかがでしたでしょうか。ぜひですね、宮城投手の凄さ、プロから見た凄さとまたちょっと違ったね、リリースの低いところとか、いろいろと面白いようなお話だったかなというふうに思うので、まあ、ぜひ何か思うことであったりとか、今後のね、世代交代含めて、コメント欄に、書き込んでいただければなというふうに思ってます。ということで、今日のお話はこんな感じで終了となります。最後までですね、聞いてくれてありがとうございました。今後もですね、オリックスについてお話をしていきますので、この動画のグッドボタン、チャンネルの登録、ツイッターのフォロー、TikTok のフォロー、まだだよという方はぜひよろしくお願いします。よいしょー。